はい、皆さんおはようございます。コニテです。今回もエクスペディションコンキスタドール実況プレイやっていきたいと思います。前回は競技会でノリエカとの戦いに勝ちまして、賞金の3885で負傷したユニットを回復し、バリケードとやらを買い込みました。次何やろうか。このエステバンっていうのがね、難しそうなんですよね。悪名高い暴れ者エステバン・ガリエゴが反乱部隊を率い、サントドミンゴ北西のスペイン人による鉱山運営を妨害している。鉱山を訪れエステバンを追跡せよ。これ多分やったら負けますね。だいぶ前にタイの族に返り討ちにあったように、これ余計なことやっちゃうと思いっきり大損害受けるんですよ。やんなくていいような戦闘は全部避けていきたいんですよね。まあ、エステバンちょっと放置しようかな。サントドミンゴ司教ガルシア・バディリア氏が重い病に倒れた。修道士カロは正しい治療法を知る者としてペドロ・ベルムデスという医師を推薦したが、彼は新たに流行り始めた唐の伝染病に対処するために北岸の領村に向かってしまっている。あなたはそこへ向かい、ベルムデスを探し出すよう頼まれた。これやろうかな。遠いんだよな。鉱山も遠いな。じゃあエステバンよりはまだこっちの方がいいかな。このゲームね、敵が強くてユニットが死ぬのもあるんですけど、道中食料がなくなって士気が不足して仲間が離散していくってこともあるんですよね。よくできてるゲームだよ。面白いよ。この歯応えはいいよね。歯応えじゃないや、手応えだ。どうすっかな。何やる？いろいろできることあんだよね。製図と外周っていうのは、これやり込み要素だからやめよう。じゃあ、エステバンと黄昏か。そうなると黄昏だよな。どうしよう。食料買い込もうかな。まあ、やっぱこれまた食料だよな。もう食料買い込んでまた金なくなっちゃうよ。776、これは取っとこう。ほんと金なんていくらあっても足んねえな、このゲーム。じゃあ行きましょう。あ、ちょっと総督と話してみようかな。なんかある？何もない。すまん、総督。仕事の邪魔をして申し訳ない。行こう。我々はその北岸の領村まで行くことにしよう。多分遠いだろうけど。この道をね、通っていかないと。食料消費するんですよね。あ、キャンプだ。自動割り当てでいいや。警備隊は盗人があなたの財貨を盗むことを防げなかった。そういうイベントあるんですね。これ突っ切っていきたいって気持ちもあるけど、そんなことやると多分また死ぬ。これ道合ってるよね。なんか見ないで俺来てるけど、俺経験に基づいて見ないで歩いてるけど、多分道合ってるよ。あ、合ってた。自動割り当てで、キャンプかな。食料も、まあ自動割り当てだな。おいおいおい。警備隊は夜のうちに荷車から薬剤を結んだ重木を許す。あ、重木だったらいいや。重木って奴隷ですよね。盗っ人じゃなければ何でもいいんだよな。道中で、狩人が飼ったイノシシの肉を食べていたので、食料の消費はそんなにないですね。購入やめようかな。あ、罠やバリケードの材料。おっしゃるところがわかりません、セニョールよ。必要とされているものをもう少し詳しく。罠が欲しいね。さっきの戦闘で見たけどさ、バンブートラップみたいのあったじゃないですか。あれめちゃくちゃ強いですよ。いや、だって、このゲーム、出待ちしておくのがベストなんですよ。その上、相手が通るべき場所に、罠を設置して、そこを通らなきゃいけないようにバリケードを置けるんだったら、もうそれだけでこのゲーム、だいぶ楽になりますよ。やるようによっちゃ、前、戦って、
どうにもなんなかったあのタイナ族とも戦って勝てるかもしれませんからね。ガラクタが、あ、古びたガラクタなら何でもいい。大きければ大きいほどいい。古い大盾、壊れた槍。あ、バンブートラップ的なあれですね。やっぱ槍、埋めて。彼は危うく取り澄ました態度が崩れそうになるが、なんとか一流としての、外っ面を保つ。外っ面じゃないだろうけど、俺はこうやって読んでくよ。外っ面。もちろんでございます。あなたの必要に見合った安物も多く取り揃えております。必要な量を教えていただければ、あなたの重木に直接引き渡すよう手配いたしましょう。この罠さ、使い捨てかな。使い捨てだったら買いたくないな。あれ？あれ罠売ってんの？これかな？これなのかな？ちょっと待って、わかんないな。余計なところで金使いたくないんだよ、俺は。バリケードの材料。バリケードか、やっぱ。バリケードはいいよ。じゃあ、ここだな。そうなると。ここではね、なんか網が売ってるって聞いたんですよね。だいぶ前に。網を買いに来たな。その通り！400とか高すぎだろ。だって俺だって今700しかないよ。無理だ。ほら、網を買って飯が買えなくなってゲームオーバーだけは避けたいんで、このまま行きましょう。この道をこうやって行くんですよね。前通ったとこだね。この前散々な目にあったのはこっちですね。こっち行っちゃったんですね。あ、なんかあるな。あれ取りに行きましょう。おっと、なんだ？反乱軍の襲撃。あなたが夜の準備を終えようとしたところ、野営地外周の警備の者が警鈴を鳴らす。モンテーゴがその灰から絞り出せる限りの大声で叫びながら、野営地の中にかけてくる。反乱軍の襲撃です。我々包囲されています。選択肢は一つしかなかった。内周まで撤退し野営地を守るのだ。戦闘が始まります。あなたの兵が鎧を着て内周の柵に集合している間、重木が荷車の柵の内側まで引いてくる。しばらくしてあらゆる方角の木々の間から反乱軍が姿を現した。戦いだ。やろう。まあ、イザベラだな。イザベラ。ベルナンド。ギュレルモかな？ラファエルでいいか。あ、6だ、上限。だいぶ多いんじゃないの。めちゃくちゃいっぱい来るな。ダニエルは、ダニエル使うかどうすっかな。ダニエル使うか迷うが、まあ、医者使うよりマシか。やっぱダニエルで行こう。行こうじゃないか、ダニエル。これだな。やべ、装備を押せば、罠設置できたんかな。戦闘準備開始。これなんだ？あ、これバリケードだ。ヘックスを塞ぐ障害物として戦場に設置。これが消耗品だとしたら嫌だよ。使いたくないよ。敵はどうなの？あー、包囲してるな。こう包囲された状況でのバリケードってほとんど無意味でしょう。使ってみる？こことか。まあいいや。あ、これバリケードなの。バリケードを使っていいような場所がないね。もうこのまま戦うしかないね。行きましょう。なんかこれ使い捨てだったら嫌なんだよね。高いんだよ、このゲームのバリケードの値段が。こんなもん買うんだったら俺食料買うよ。いや、最近インディアンが出るゲームよくやってますよね、僕。エンパイアトータルウォーとかこれとか。こんなんばっかだな、俺の実況。あれ、あいつ早くね？もうこのゲームの原住民強いんだもん。俺2回行動でしょ？あ、違う。スペイン人より原住民の方が強いんだよな、このゲームな。あ、回ってきたな。やばいな。10ターン生き残れたってよ。さすがにこれ全員倒すのは無理だから生き残るよう。
とりあえずお前はまず倒さなきゃいけないね。これは下手に動いちゃダメだな。まとまってた方がいいな。で、これは学者だから攻撃しちゃダメですね。これやるんだったらね、これですね、戦術的移動で一旦交代させましょう。どこでもいいんで。そして槍兵をで攻撃だな。37、強すぎだろ。このゲームは剣より槍の方がいいですね。ブロックした防御力なんてたかが知れてますからね。で、そんでこれは狩人だ。これだったら攻撃してもいいかもしれないな。待って、これ何？これは罠師。罠設置してそうだな。それとも移動しながら設置してんのかな。あとはこんなもんかな。これまとまってた方がいいんで、これでこのターン終了しましょう。罠師はどういう攻撃かな。弓か、うん、2回いくんだろ。これ強いよな。2回当たったら30だよ。マスケット使えなさすぎなんだよな。当たんねえし。当たっちゃった。あ、タイノ族よりは弱いな。タイノ族半端なかったからな。あ、これ学者狙いに来たんだな。え、どこだ。ああ、お、これいいな。この鎧じゃない、盾。これアステカっぽいな。アステカのなんでしたっけ、なんちゃら戦士、覚えてない。いやー、これ守りきれる。これまた医者の数足りなくて一人死ぬんじゃないの。厳しくなってきたな。動画的には面白いけどストーリー的にはまずいよ。とりあえずまずこれは倒せるね。これはこれで倒そう。当たればうまくいったな。銃が2人と剣が1人。まあ動かないでおこう。これまあこうかな。今度こうか。おい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 、え、カウンター。もうやっぱなんでこのゲームこんなに原住民強いの。これまずすぎるよ。やべえよ。もうこれ障害物じゃなかった、この樽。俺はこっから撃つよ。ウィークネス、やっぱダニエル強いな。お前、敵を弱体化させる能力があるんだな。そうだ、思い出したよ。あ、勝った。今度は我らの方が素早さが早かったんだろうね。来たな、今度はこっちだな。あー難しいな。残り8ターンだよ。8ターンはもう無理だろうこれ。あー、ロペスが倒れてしまった。悪い予感がする。俺このまま旅続けたらまた仲間が一人死んでしまうんじゃないだろうか。一度死んだ仲間は蘇らないんですよ。ファンタジーじゃないので。ファンタジーじゃないので一度死んだ部下が蘇らないということは、死ねば死ぬほどこのゲームの攻略が難しくなるんですよね。まあこれここ攻撃するしかない。で、これ今ここ攻撃したら横のやつから攻撃されるんで、これそのままじっとしてるしかないですね。弱点、防御力を下げたと。
下がったような。もうダメかもしれない。ちょっと待って、これもう無理だな。これやばいぞ。これこのままいたらダメだ。撤退しよう。撤退あんだろ、どうせ。撤退しよう。これだってね、またこれタイノ族の二の舞になっちゃうもん。これ絶対無理だろう。あと7ターンも持ちこたえらんないよ。すまん。申し訳ない。逃げよう。でもまだ3人でよかったな。タイノ族の時は4人重傷になって、医者3人だから1人救えなかったんだよ。これだったらなんとかなんだろう。あなたの兵は命を懸けて戦うが、状況は絶望的だ。あなたは撤退の合図を出すことを強いられ、生き残った兵と少数の重仆を連れて野営地を離れ、密林に逃げ込む。野営地を乗っ取った反乱軍は、あなたが逃げるのに構わず、あなたに聞こえる声で勝利を祝っている。これ食料を置いて逃げたりしない?そしたらもう俺たち終わりだよ。夜明けまで伏せている。おい。損失財貨2000。大丈夫。俺財貨700だったからな。あなたは屋根もない泥の中で、重仆がかろうじて持ち出せたわずかな食事を頼りに一晩を明かした。おい!食料、食料あるわ。よかった。食料さえあればなんとかなんだよ。縄。ダメだった。とりあえず行くしかねえな。どうにかしてこの漁村まで行こう。このね、サンティアゴ・デ・ロス・カバリエロスは、医者がいないので、ここいてもしょうがないんですよ。あの漁村には医者がいるわけですから、ストーリー上ね。なんとかして治療してもらわないとまた死んでしまうよ。工作。ここでバリケードも使えるんだ。工作。作るのか。なるほど。作れるんだったら俺も買う必要なかったろ。テントか。誰に作らせっかな。もうダニエルでいいや、もう。ダニエルは、これからテント作ってくんないかな。で、ラファエルは、ラファエルじゃないの、まず誰だ?継承?継承かな?大丈夫かな?継承だったら。いや、ダメだな。そういう、ちょっとケチるとまた死ぬんだよ、俺らは。これで、食料は自動割り当てで、キャンプしよう。獣肉の自動配分でいいかな。財貨186拾いましたね。で、ロペスが負傷してますね。ただまあ次のキャンプってどうにかなるだろう。あそこに飯があるが、あそこまで行くのは難しいな。行けないな。おっと、道沿いに薬草があるぞ。これ、違うわ。おっと、これなんだこれ。宝箱。縄だ。あれ取りたいけどめんどくさいな、あれは。あんなことやってるとまた、さっきみたいのに襲われるんで、寄り道したいけどしちゃいけないんですよね。しなきゃいけない時あるんですけど。いや、でも行こう。なんつったって今我々お金ないんだから。これ原住民いいんじゃない?やばいな。原住民じゃないな。これもう町なんだ。じゃあ寝よう。食料も自動割り当てでいいや。偵察隊は崩れかけの死体の上に置かれた薬剤の袋を発見。
素晴らしいよ。いい発見だよ。なんだなんだ。これ来たんじゃないの？何これ？え、これ、そうなの？これ。両村。これ村って言っていいのかい？これ。まあ、じゃあ、ちょっと待って、今俺拾ったのさ、落ちてるアイテムじゃなくて、この村の蓄えなんじゃないの？まあいいや、もらってしまおう。なかなか整然とした印象のある村だ。イスパニョーラ島の他のすべてのタイノ族の村と同じように、かつては今よりかなり多い人口で賑わっていただろうことが一目でわかる。今の村民は、おおむね健康そうで、あなたに用心深い服従の意を込めた敬意を持って挨拶する。なるほど。村の長を探す。あなたが族長との面会を申し込むと、彼らは、いや、弱い20にもならないような若い女を連れてきた。彼女は弱々しく不明瞭なスペイン語で自己紹介する。私は、イグアナマ、この村のカシケ。あ、カシケね。私はニート・エンシェンとお会いできて光栄だ。横目であなたをちらりと見てうなずく。何かご用でも。族長にしては偉く若いな。彼女の声は強かったが、目を見ては離せないようだ。カシケ、少し前に死んだ。生き残った子、私、だけ、ペドロ・ベルムデスを探している。あの医者か？あの男のために来た？なら、ボイケのアトルに話せ。ボイケ司祭、祭司。わかりました、行きましょう。若き族長はあなたを、村の外の淵の山側にあるささやかな家に案内した。彼女は戸口に立つあなたに一つうなずくと、自分の仕事のためにさっさと戻っていった。すごいのが出てきた。扉を叩くが誰も答えない。再び叩くが、再び残念な結果だ。少しの間の後、驚くほど流暢なスペイン語の大声が背後から鳴り響く。からかいの色が感じられるその声は、不尊に上げた尖った顎から出ている。恐るべき白きお方が、我が未開の村にご降臨。なんか面白いやつ来てしまった。ご降臨。ご自分の支配権を主張し、我々の土地と資源を奪うためにやってきたに違いない。聞いた話によると、この村では、魚という必須の戦略資源が取れるそうだがね。この言い方いいな。必須の戦略資源が取れるそうだがね。お前知ってるくせにそうやって言うの俺好きだよ。ペドロ・ベルムデスを探しているのだ。いやらしい笑みが、ややかげった。あの医者か。まあ当然だ。いやしい万人を助けるためにこんな村に来るなど許されてはいなかったのだろうな。え？あの男の首を槍に刺して、お前の総督、ん？総督に捧げたい。そういうわけじゃないんだよ。彼の技能がサントドミンゴで至急必要なのだ。連れ帰らねばならない。アトルはもはや笑っておらず、重々しく肩をすくめる。こんな村までわざわざお越しいただいたところに申し訳ないが、あの医者なら死んだよ。礼儀はやっぱあるんだよね、この、原住民は。まあ、君たちが殺したことじゃないことは大体わかるよ。この村の人間ではない、保証する。あの良き医者は一週間前にあの村に住む気狂い祭司、あの山に住む気狂い祭司、オコロピスの元に向かった。戻ってこなかった。二日前に、うちの罠師の、猟場、密林の奥深くで彼の死体を見つけた。裸で目玉はえぐり取られていた。確かなのは、それが彼自身の手で行われたことだけだ。ああ、なるほど。そのオコロビスとは誰だ？西の山で暮らしている。かつてこの村のボイケだったが、気が狂って追放されたのだ。なぜペドロはその妻子に会いに？若いカシケに会ったろう。彼女の父は重い病で心と体を犯す病に苦しんでいた。オコロビスがボイケだった時、そういう症状に効く薬を知っていたのだ。何年も前にイグアナマの叔父を同じ病から救ったのも奴だった。だがそれは奴が知性を失う前の話だ。
なぜペドロ・ベルムデスに行かせたのだ。私は行くのを断ったし、そのことを恥じてもおらん。カシケを助けるためならそれぐらいの危険は甘受すべきだと思われておったようだが、だが我々が最後にオコロビスの元に人を送ったとき、そいつらは目に炎を宿し、わけのわからんことを叫びながら帰ってきたのだ。ペドロは自分がどんな危険も乗り越えられると信じていた。お前たち特有の優越感が、あの狂人司祭、祭司にも、もう一、適用、通用すると思っていたのだろう。これ戦闘ですね。いや、このゲーム、魔法とか出ないと思うんだけど、こいつ使いそうだな。神妙な様子にもかかわらず、皮肉な寸評を入れたい欲を抑えきれなかったようだ。その自信が誤っていたことが証明されたわけだ。へ。彼がここに来た理由である塔の病は、塔などない。は？これは間違った噂に連れてきただけだ。釣られてきただけだ。マダラの呪いこそが我々の、マダラの呪いこそが我々の命を奪ってきたのだ。あれが再び戻ることがあれば、その日こそ我らの終焉だろう。マダラって何？皮膚病？マダラ、俺が知ってるのだと梅毒みたいな性病かな。それとも大陸の奴らが持ち込んだよくわからん感染症かな。ペスト？やっぱイグアナマの父を苦しめた病とは、心を犯す、肌が黄色くなり、肌が黄色い、顔が痩せ衰える、受難者は現実の感覚を失う、適切な治療を怠ればその月のうちに死が受難者のもとに訪れるだろう。アトロは痛切に苦笑する。私でさえそんな呪いを正しくは払いはしないのさ。なんでしょうね、ペストなんですかね。あ、医者のアルベラードが身を乗り出す。司教の症状に似ている。どうも我々もオコロビスを訪問する必要がありそうです。哀れなペドロもベルムデスよりうまくやれることを願いたいのですが、おそらくこれは戦闘ではなくて交渉による解決を望むんでしょうね。あの危険は、その危険は、あ、アトルの顔にニヤつきが戻る。お前何企んでるのか分かんねえな。その危険は十分に警告したはずだ。だがもし、あの狂人祭司と対面して生き残れたら、彼のキノコの粉を探して持ってきてくれんだろうか。そしたら、私が薬を調合する手助けをしてやろう。オコロビスの小屋はこの村から南西に丸一日歩いた村の山奥にある。もう一回話すか？取引。イグアナマは、あなたを村の一角に案内する。ああ、いつもと一緒だ。なんか装備なんか足んなくね？これ減るんかな？装備と思いっきり。だめだ、もう装備減るどころの話じゃないよ。金がないんだよ。薬剤だいぶなくなってね。俺70ぐらい買ったのに。買うか？